皆さん、こんにちは。アバンチュールです。セブンデイズプーダイ、アルファ19、前回の続きからやっていきます。前回は自転車を作成し、建材を大量に集めました。フェラルフォードも近くなってきたので、今回は集めた建材を使って、拠点を超強化していこうと思います。ゾンビに叩かれる前面部分を玉石強化して、お堀を掘れば、初回は乗り越えられるでしょう。ちなみに動画の方は、看板でブーブーノーとなるものを、作っているところです。こうでもしないと、その日何をしようとしていたか、忘れちゃうんですよね。お堀部分はスパイクトラップで埋めるつもりなので、今のうちに大量に作っておきます。さて、作業は一旦終えて、次のトレーダーのところに来ました。開店の6時5分まで時間があるので、周辺の探索をして、暇を潰します。そういえば、動画投稿を始めてみて気づいたのですが、1日1本投稿は想像以上に大変でした。少なくとも、今の私のキャパをかなり、オーバーしているみたいです。なので、以降は2日に1本ペースに変更して、マイペースに更新していきます。まあ、開始当初から更新ペースは定めてなかったので、週1投稿でも何でもいいんですが、できる限りコンスタントに更新した方が、多くの人に見てもらえると思いますからね。無理しない範囲で、頑張っていきます。さすがショットガンですね。あれだけの数を、ものの10分で全滅できました。お宝を回収しましょう。品質後のラッパ銃が出ました。威力がかなり変わるので、持ち替えておきましょう。大きめのコテージがありました。ここは本棚が美味しいんですよね。この部屋と奥の個室に本棚がたくさんあります。パパッと漁っちゃいましょう。集まった未読本を確認してみます。ショットガン召し上が2冊。ハンタージャーナル1冊。マグナムの執行者1冊。大逃走1冊。槍の狩人1冊。かぼちゃチーズケーキの酢。食べるとトレーダーでの購入価格が 5% 引きになります。あとはラチェットの酢を読んで、残りはトレーダー行きですね。ありったけの商品を持って、トレーダーのところに来ました。取引上手のスキルを取って、飴を舐めてから売り飛ばします。そういえば、このトレーダーはレクトさんというのですが、セブンデイズ随一の悪口親父として有名です。なので、この人相手にアコギな商売をしても、罰は当たらんでしょう。お金は1万2000ほど集まりました。ホクホクです。良さげな商品を買って、拠点に戻りましょう。この街は、初回フェラルフォードが終わってから、探索することにします。ピストル、改造パーツ各種、スキル本、配線ツールを購入しました。帰宅途中、大きな湖を見つけました。景観もいいので、ここにログハウスを建てても良さそうです。いやー、やはり別荘といえば湖ですよねー。ボブさんのところに戻ってきました。発掘クエストを消化してから、拠点の建設に向かいます。手編みのクエストなので、武器が入っていますね。穴埋めて。ゾンビは面倒なので、無視してトンズらします。報告。次行きましょう。
クエスト地点間近でクマを見つけました。ちょっと観察してみましょう。めっちゃゾンビをボコしてます。明らかにやべえやつですが、このままでは穴を掘れないのでちょっかいをかけます。その前に高台を強化して、上から撃ちまくります。多分3ブロックほど強化しておけば壊されることはないでしょう。なぜかヘイトが気に向いてくれたのでパイプボムで削ります。やっと倒した。強敵でしたが、銃と弾さえあればいい食料ですね。補給品を回収して帰ります。報酬は品質3の鉄鋼斧にしました。これで伐採がはかどります。やばい、出られない。これはまずった。押し込まれる前にここで倒します。どんどん入ってくる。は？なんかバグってくれたおかげで難を逃れました。腑に落ちませんがラッキーです。軍用ヘルメットとステーキのレシピカー。ヘルメットライトがついてるなら軍ヘルを選びましたが、ついてないので後者で。クエストはこの辺にして拠点の建設に移ります。玉石は十分集まっていますが、とりあえず重要な部分から強化していきます。一本橋の土台と階段部分、橋の上側、迎撃部分正面、これはゾンビがトーテムした時用の武者返しです。正面はこんなもんでいいかな。次はプレイヤー待機場所の土台です。木材がなくなったので伐採に向かいます。案外すぐなくなっちゃいますね。お腹が減ってきたので食事にします。ビタミンをかじってシャムサンドを貪ります。なんか赤色のゲージがゴリゴリ減ってる気がしますが、気にしたら負けです。土台の強化が終わりました。これで多少下を叩かれても平気です。あとは床下がスカスカなので敷石ブロックで埋めます。なくても問題ないですが、警官ゾンビの自爆攻撃などで外壁が多少壊されても耐えられるようになるので安心のためにやっておきます。埋め終わりました。この空間は地下への通用路として使うのであえて開けておきます。松明を大量に設置しているのでかなり格ついてます。ご容赦ください。一応拠点としては完成したのですが、最後にもう一手間加えます。このように迎撃時の待機地点と後方のスペースを分離することで警官のゲロ飛ばしによる二次被害を最小限に抑えることができます。面倒ではありますが、後ろ側には電気設備を配置するのでこれも安心のためです。
いい感じですね。これで拠点と呼べる出来になりました。あとは外周にお堀を掘ったので、スパイクトラップを敷き詰めます。スパイクトラップもゾンビの目には通行可能なブロックとして認識されるので、このようにお堀の中に敷いておくことで自ら進んで踏み抜いてくれるというわけです。ただ当然ながら自分が落ちてしまうとえらいこっちゃなので、それだけはないように気をつけます。これがフラグってやつか。次回は溜まったスキルポイントを割り振って電気トラップを配置してフェラルホードに臨みたいと思います。それではまた。バイバイ。